通ってきたのかな。左に行って右に行った多分、うん、映画見よう、あんまり意識しなかった。早く切り替わったら大渋滞になるよ。よく聞いたね。まあいいや。後ろにいたりして。後ろ系だから違うでしょ。丸くんは何言ってんの。なんだろう、こんなのがあんねんね。トーマスだ。トーマスだ。トーマスって。じゃあ DVD 見てんのか。トーマスって今思うととんでもないアニメというか、アニメじゃねえんだよな。クレーンアニメっていうか、絶対違うじゃん。あんな機関車に意思あったら別に操縦士いらなくない。事故るのが当たり前みたいな。奈落いくよ。奈落いくよ。風注意報だった。確かにちょっと風強かったもんね。海沿いは風強そうだね。確かに。どうしよう。ちょっとコンビニ寄るわ。もう少しだね。清少バイパス。個人的にはあの聖書バイバーさんじゃん。あそこ抜けた後が一番いいんだけど、はい、もう我慢できるから。あの皇居よりかはマシなんだ。ずっと我慢してた。都心は本当に、本当にあったら駐車場に。都心はね、あのなんか道端にさ、なんか謎のさ、観光用のなんかわかるけどさ、トイレ結構淡々とあったけど、全部ね、歩行者用とか観光客用だもんね。うん、車なんかで止める場所か。ピラトイレ入りたいから15分だけコインパーキング利用もらうとんでもない金額なし。違う、そもそもトイレ自体ないと思う。確かに。以上だからもう分かんないでしょ。7時からってこと？7時から2時間7分。あ、でも朝が、いや、だるだるいな。そういう案件はあるんだけれども、一回そうは言っても段取り的なものが一回、まあまあね、まあ多分決まると思いますけどね、とは言ってたけど、ちょっと、ね、うん、すぐやめたい。話してないらしいの。え？他のメンバー。何を？で、まあ俺がもうダメだよって話。今その体でいるのは辛いよ。前から君から話すの。
だったらいいけど、毎日ちょびっとしかいなくて、早くそっと去りたい。だから今年のもう12月の20日に休みにするようにしちゃおうかなと思ってるから、3日間行って休みなんだけど、有給たくさんあるから、俺すごい休み使っちゃおうかなと思ってるから、いや嫌だから。昔よりかはいいらしいけど、けど結構平塚って移民というかそういうフーリガン的なもの多かったみたいだけど、川口のがやべえんだよな。平塚ってあんまり聞かねえんだよ、全国的なニュースで。実際どうなのか分からんけど、でもそこまでの治安じゃないんじゃない、もともと治安悪いから気にされてないから。どっちかじゃん、やつかはもともと確かに治安悪い。今でも忘れない家の城からうるせえな、飛行機こんなとこ通るんだと思って見たら暴走族の団体が来たから、どうしよう俺みたいな、巻き込まれたんだけど、
リアが詰まると思う。